皆様こんにちは、菊池まどかと申します。私の新曲海山千里の道を行くをお買い求めいただきまして本当にありがとうございます。またさらに、たくさんの1300通もの応募いただきまして本当に、皆様には感謝しております。ありがとうございます。今日はその応募をいただきました中から抽選をさせていただきたいと思います。それでは海山千里の道を行くのまず海のコースから抽選させていただきます。ネットのショップを、菊池がいろいろ見まして何がいいかな海の幸というふうに悩みながら選ばせていただきました。大分県の、名産といいますか、琉球という、食べ物がありまして、関サバと関アジを甘辛いタレで煮込んだ、丼になっている海鮮丼みたいなものですね。それを、ぜひ皆さんに、食べていただけたらなと思いそれを選ばせていただきました。私はまだ食べられてないんですけども、絶対私も一回食べてみて、味を、皆さんと同じように共有できたらなと思っております。それでは海が一番多かったんですけども、その海の皆さん抽選させていただきます。ちょっといっぱいなので箱を開けさせていただいて、5名の方に行きたいと思います。じゃん、じゃん。最後1名の方に、じゃあ後ろの方からじゃん、この5名の皆様にご当選で菊池まどかで送らせていただきます。おめでとうございます。それでは次、山のコースを抽選させていただきます。山は応募が少ないので中間報告で皆さん山が狙い目ですよとかキャンペーンでもたくさんお話しさせていただいたんですけども、それでも山のコースが少ないので皆さん当たるチャンス大です。今回山のコースは何がええかなと菊池まどか悩みまして、やっぱりこう子供ちゃんからご年配の方まで食べれるように和牛の頬肉の柔らか煮を選ばせていただきました。小分けになっているのでぜひ皆さん冷凍で届きますので一回一回ちょっとずつ解凍して食べていただけたら本当に嬉しいなと思っております。それでは5名様抽選させていただきます。じゃか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 じゃん、じゃん、じゃん、1、2、3、4、最後1名いきます。じゃん、こちら和牛はこの5名様に当選させていただきました。おめでとうございます。それでは最後の抽選です。海山千里の道を行くの道コース歩数計を抽選させていただきます。この歩数計もめっちゃいろいろあるんですけども、じゃん、谷田さんの歩数計を選ばせていただきました。なんでかと言いますと、ここに書いてる通り設定いらず、とても簡単に使えます。もうほんまに押すだけで歩数が測れるので、皆さんこれで陽気歩いて運動して、そしてまた健康で菊池まどかを末永く応援のほどよろしくお願いいたします。というところで抽選させていただきたいと思います。この道コースも結構多かったんですけど、じゃん、1名様、じゃん、2名様、そして最後の1名様です。はい、これで20名様当たりました。また届きますのを楽しみにしてください。じゃん、1300通もの本当にたくさんのご応募をいただきましてありがとうございます。
これからも菊池まどか、まだまだ頑張っております。海山千里の道を行く、そして長編歌謡浪曲孫は春日井、両方頑張っております。やっぱり菊池まどかは浪曲師の一面、そして演歌歌手菊池まどかとして両方の一面がありますので、ぜひぜひ皆さんこれからも応援のほどよろしくお願いいたします。たくさんのご応募ありがとうございました。菊池まどかでした。